皆さんこんばんは。今日は私のアトリエからお送りしたいと思います。それでね、今日の、ピリカカフェお茶、なんか金曜日お酒って言ったけどちょっとあんまり飲めないんでお茶にします。今日のお茶は、黒文字です。黒文字茶はすごくリラックス効果、ちょっとね小脳っぽい香りがするんですよね。で、小脳とかそういう松とか杉もそうだけど、リラックス効果があって副交感神経優位になって、非常にいいと。あとは抗ウイルス、結構強烈な抗ウイルス効果がありますだから、黒文字ってほらお茶なんか茶道でお菓子につく爪楊枝に使われるあれのことなんだけど、やっぱり多分抗菌作用とかあるんで、これはインフルエンザ予防とかに飲まれたんですよね。今だったらコロナ予防なんじゃないかな。抗ウイルス物質なんですよね。あとは薬草全般に、美味しい。ちょっと今日濃かったな。痛み止めの効果があります。そして今日はもう一個あるんだけど、今日作りました。毒ダミチンキ。チンキって何かっていうと、焼酎、毒ダミのね、花じゃなくてもできるんだけど、毒ダミの花今ちょうど時期、いっぱい咲いてるから、それを、何でもいいんだけど瓶にいっぱい取ってきて、じゃあって35度以上がいいかな。25度でも大丈夫と思うんですけど、焼酎とかお酒を入れると2週間ぐらいでとても良い虫刺されの薬とか、あと怪我した時も OK だし、ニキビなんかできた時とか炎症を抑えてくれるんですね。私いつも結構ビワの葉チンキ使うんですよ。ビワの葉っぱを焼酎につけたやつもずっと何年も使ってるけど、今回はね毒ダミが今年いっぱいできたから取ってきました。中見せようか。こんな感じで、もうね今日取ったけどだいぶ茶色くなってきたかな。これ2週間以上経って琥珀色になるんですよね、綺麗な。そしたらもう効力あるから出来上がりです。かぶれたりとかね、そういう時にもいいし、お子様のでもアルコールだからどうかな、飛び火とか汗もとかにも効くと思います。そういうのを作りました。で今日はピリカの部屋っていう心理学講座をやってたんですけどね、ちょっとなんかもうやっぱコロナが今激しくなってきてて、九州もできなくなっちゃって、県外からなんか行っちゃいけないってことになったらしくて、中止になってしまったんですけど、代わりにねこのピリカカフェで心理学、ピリカちゃんのピリカちゃんとか言うな心理学講座をぼちぼちやっていきたいと思うのであります。それで1回目の今日は講座の1回目で取り上げたまず、心とは何かっていうね、みんなカウンセリングに来る人は心が辛いから来てるんだけど、その心って一体どこにあると思う？大体ヒポクラテスは頭にあるって言ったんだね。普通に考えてみんな頭でものを考えてるでしょ、いろんなこと。だから人の心は頭にあると。そしてアリストテレスが心臓にあるって言ったんですね。胸、土器が胸みたいな、でもそうね、心臓に心があると。昔の人は心の臓とかさよく言うじゃないですか、時代劇でも。
やっぱり人間の根本的な生命力っていうか命が心臓にあるって考えていたんでしょう。まあ今でもそうですね、心臓が止まったら亡くなったかなみたいなね。なので心臓に心があるという考えがあって、そしてね3つ目に腹、お腹にあると。まあ月辺に土かな、なんか肝って書いて腹みたいな、なんだろう、腹を割って話すとか、結構腹っていう言葉、心に関するなんだろう、ことわざじゃないけど多いですよね。肝を潰すとか、そうね、腹黒いとかさ。なので腹っていう3箇所がだいたい心のある場所と言われてきましたが、例えば今私がやってることは結構辛い人が、まあ、相談に来るんだからね、ちょっとなんか人に聞いてもらおうかなとか、解決策がないと辛いっていう人が来るんで、その心をやっぱり扱うんだけど、どこにあるのかっていうことを具体的に考えないと進まないんですね。でもまあ人間ってその全身的なもんだから、例えば頭だけが心じゃないですよね。体は全体、細胞全体がその人なのかもしれないですけど、まあ今言った頭と胸と腹の違いを今日は説明したいと思います。まず頭っていうのは普通に考えて、まあコンピューターの脳がハード部分かな。いや、生きていくための自動的に発動する情報は最初から入ってるから、まあ赤ちゃんで生まれた時ってまっさらでしょ。でその後いろんな情報がダウンロードされる。で私たちの感じてる感情っていうのはそのダウンロードされた情報によって作られてる部分が、まあ、かなり多いね。最初からあるものもあるけど、その例えば怖いとかさ、恐怖心とかね、高いところに行ったら、まあ、落ちるんじゃないかとか、そういう必要な情報はある程度あるかもしれない。まあ赤ん坊の時ってないね、高いところ落ちたら危ないっていうのはね、やっぱり後からダウンロードされてるのかな。まあその例えば怒りとかはよくある相談は、まあ誰かがもう許せない、なんか腹立つとかストレスだと。例えばね、遅刻する人がいると、毎回遅刻してくる人がいる、まあ会社でも学校でもそうだけど、まあそれがもう許せないと、すごいストレスだ、辛いっていう場合に、その人の長い間生きてきたダウンロードされた情報の中にあれがあるんですよね。遅刻はしてはいけないと。で自分でもしないようにしてるし、でもね日本人結構時間正確で、世界的に見るとそういう情報ダウンロードされてない民族っていうか人たちいっぱいいて、30分遅れ当たり前とかさ、時間通りに来ない方が当たり前っていうのもあるんですよね。だからその人が育ってきた中でダウンロードされた情報によって人間の行動とか感情って非常に左右されてるんですよね。だからその私たちがやることはそのダウンロードされた情報の見直しみたいなことをします。でもそれがねなかなか簡単じゃないんですよね。なんて言ったのかな、気がついてない、これがダウンロードされた情報だっていうことにみんな気がついてないですよね。トイレに入ったらまあお尻拭くとかさ、そういうのって当たり前って思ってることをそうじゃないんじゃないっていうのってなかなか思えないですよね。だからね、それを書き換えるっていうのがすごく大切なんだけど、やっぱり普通に生活してるとそういうのってあまりみんな考えないでしょう。当たり前と思ってますよね。
だからその人苦しいけど出口が見つからないわけね。それで人に相談に来たりするんだけど、その遅刻してもいいんじゃないっていうふうに自分の頭にあるそのビリーフっていうんですけどね、心理学用語で。それを書き換えると、まあたまには遅刻してもいいって書き換えたり、遅刻することもあるとか、そのなんていうの、遅刻は絶対に許せないとか、遅刻してはいけないとか、人に迷惑かけてはいけないっていうのがあまりにがっちりダウンロードされすぎてると、その人にとってあんまり役に立たない情報っていうことになっちゃうんだよね。いつも怒ってたり、悲しんでたりしなきゃなんないので、まあそれをちょっと緩めるとか、遅刻していいって思っても別にいいんだけど、もうちょっとそれは無理なんだよね、もう遅刻していいと思いませんかって言っても、いやそんなの絶対ダメみたいな、人に迷惑かけるじゃないですかっていうふうになんか抵抗が生まれるんだよね。だからやっぱりなんていうか、その人に抵抗がないように、あとはまあ気がつく、自分の感情は自分じゃないってよく言うけど、すごいびっくりするんだよね、みんな自分の感情は自分じゃないですよ、これが自分でしょうって思うけど、簡単に書き換えられるし変えられる。だから反応かな、反応なんですよね。なのでまあそういう自分に役に立つ、どうせダウンロードされてるんだったら自分に役に立つ情報に書き換えようっていうのが一つのカウンセリングの肝です。普通の人はやっぱりそういうこと考えないの で自分にどんな無駄っていうか、今自分に役に立ってないどころか害を及ぼしている考えがどこにダウンロードされてるのかっていうのを、まあ一緒に探すっていうか、客観的な目で見ないとね、なかなか気がつけないので、そういうお話をしたりしますね。だからまあ頭っていうのはコンピューターのハードみたいなもんで、そこにダウンロードされたソフトでその人の役に立ってないものを修正するとか書き換えるとか、それがまあカウンセリングの仕事かな。そしてね、2番目は心臓なんだけど、胸っていうのはね、感情と体を結ぶっていうか、なんかほら好きな人、よく有名な話あるよね、好きな子がいて両思いになりたかったら一緒に吊り橋を渡るといいっていう話。人間の心臓っていうのはすごい感情に反応してるでしょ。怖いとドキドキするし、要するになんか敵が現れたらドキドキするでしょ。血液をたくさん体に送んなきゃなんないから、だからまあ好きな人見たらドキドキするのもそうなのかな。ファイティングモードっていうの、よく思われたりとかいろいろあるんじゃないですかね、胸がドキドキするのは。でまあ吊り橋を片思いの女の子がいたら男の子は誘って一緒に渡ると、怖くてドキドキするんだけど、その人と一緒にいるからドキドキするって勘違いするらしいんですよね。人間の脳ってね、すごく曖昧で頼りないもんなんだよね。だからそれでなんか好きになっちゃうってことが本当にあるらしいです。それはなんか実験したのかな、よく心理学ではね引き合いに出されるんだけど、だからそういう意味では胸っていうのは心臓、非常にその感情に反応します。怒った時もドキドキするかな、でモヤモヤするとか、いろいろな感情を胸が表現する。そういう意味では心が胸にあるっていうのもあながち、モヤモヤするって言ったら、なんか私昨日なんか動画どうだったって言ったら、息子になんかちゃんと喋ること考えてなくて何が言いたいのかモヤモヤしたとか言われたんだけど、多分胸がモヤモヤしたんだよね、早く喋れよみたいなね。ちょっと今日は何喋るか一応考えて動画撮ってるんだけど、一応胸にある。そしてね、最後にね、私がよく腹に聞いてくださいってよく言うことがあるんだけど、その
例えばね、結婚したい人がいるけど、この人でいいんでしょうかみたいな、うまくいくんでしょうか、やっぱりやめた方がいいのかなとかさ、そういう相談ってたまにあるんですけど、あなたは頭で考えてないですか、腹に聞いたらどうなんですかみたいな、で A 君と B 君がいてどっちがいいかしらみたいな時にね、腹っていうのはね、なんていうの、よく本音で話すことは 腹を割って話すっていうじゃないですか。だから腹っていうのは人間にとってちょっと本音の部分なんだと思うんだよね。そんで、まあ胸は感情の部分で、頭はまあ理屈とか理論的な部分だよね、計算も入ってるし、なので多分本当に好きな人を知りたかったら自分の腹に聞くって言うんだけど、ちょっと分かりませんってなっちゃうんですけど、そういう自分の腹が分からない人っていうのは頭先行、ブルース・リーじゃないけど、考えるな感じろみたいなね、そういう感じで頭で考えてると、例えば本当にこの人が好き、体感としてあるよね、まあ感能的な部分もあるよね、そういう恋の場合でも、この人ちょっと年収いくらかなとかさ、なんか家族構成がとかさ、同居しなきゃなんないとか、長男はなとか、いろいろなことを考えるのが頭なんですよ。だから直感的なものって腹にあったりするんじゃないかと思うんだよね。で、直感がなんか現代人って直感が鈍くなってるからよくわかんないから、頭で考えて決めてしまうと。まあその恋についてはね、もっと生物学的っていうか脳科学的に恋愛っていうのを分析するっていうか、そういう情報もあるんで、おいおいそれもかなりね面白くてね恋愛に対する夢が破れるんですけどね。まあ生きていくのに有利な人に対して恋したりするんだけど、まあその今話してるのは腹で、デカルトは腹に魂があるって言ったんですよ。だからその今言った頭には情報、胸に感情があって、腹には無意識があると、まあいわゆる神話とか言うかな、スピリチュアル用語、これ仏教用語かな、本当の自分。だからさっき言った感情は自分じゃないですよねっていうのは、本当の揺るがない自分、生まれた時からある、まあデカルトの言う魂みたいなね、真の部分は腹にあるんではないかというふうに言う人もいるわけです。そうすると、いつも話すんですけど、顕在意識が 8% で、潜在意識がまあ腹にあるとしたら 92% なんですよね。で、そして潜在意識っていうのは全てのことを分かっているっていうか、まあ間違えないと言われてて、まあ、腹に従うっていうのがすごく腑に落ちるんだけど、実際にその悩んでる時とかってもう腹がどう思ってるのかも分かんないんですね。混乱してるし弱ってるから。なので、まあまず元気になってから自分の本音、本当は自分がどう思ってるのかを分かるようになると、人生の流れってすごく良くなるんだよね。問題あんまり起こってこないんですよ。で、その腹でどう思ってるかって意外と分かんないんだよね、みんな。自分は本当はどう思ってるのか。で、分かってるつもりでも、まあ分かってる人はそんなに苦労しないですよね。結構いろんなことがうまくいくし、まあ本音で生きるって勇気がいる人にはいるけど、本音で生きてると割とうまくいくと思うんですよ。我慢とか、間違った我慢とかね、しなくなる。で、頭で考えて損得感情だけで物事を決めて、後でなんか後悔するとかね、そういうことが少なくなってくると、人間の人生ってね、ちょっとスムーズに流れに乗るようになるんだよね。だから、まあそのカウンセリングに来る人たちのいろんな悩みは、
例えばこうすればいいじゃないって言わないですけど、本音は 何なんですかって、まずそれが分かりませんという人が多い。で、本音が分かってるけど、あの、なんていうの、怖くて言えない、絶対無理みたいなね。でもいわゆるそれは自分に嘘をついてるという状態なので、その辛さって、その絶対無理、本音とか無理、嫌われちゃうし、トラブルし、多分喧嘩になる、そう思っていると、結局自分の本音を押し殺して、自分を殺すってよく言うけど、本当に死んでいくんだよね、人間の心って。なので、そういう人には本音の出し方間違い、本音出してね、喧嘩になるとか悪いことが起こるってそんなになくて、出し方を間違っちゃってるだけだったりするんですよね。あとはその頭が邪魔したり、感情が邪魔したり、いろいろしてるから。なので、これからね、ピリカの部屋をぼちぼちやっていくんですけども、その自分の心をコントロールする、そういう方法を具体的にね、みんなに伝えていけたらいいなと思います。なんか私人生結構いろいろやらかしてて、それでまあ病気になったりね、私なんか離婚もしてますしね、私今の旦那さん3人目だったりして、やっともう自分にぴったしな人見つけたなって思うんですけど、まあいろいろしでかしたり失敗したりして、だけどリカバリーする元気と勇気があったって自分では思っているんでね、その具体的方法がわからないために、すごく無駄な時間、なんかこう楽しくないでしょ、悩んでる時間って。もちろんそうだし、そしてね、周りにも迷惑なんだよね、不幸な人って、悩んでる人って。で、子供にもすごい影響が出るので、まあお母さんたちなんかは本当にね、自分の心をコントロールするとか、見つめるとか、ハッピーにするの大事と思います。そういう風にね言うとね、悩んでるお母さんがね、あ、やっぱり私が悪いんだとか、私が原因でうちの子がって落ち込んじゃったりするんですけど、まあ落ち込むのもいいなと思うんだけどね、全然何も考えてないより。でもあなたのせいじゃないっていうこともこれからおいおい話していきたいんですよね。なので心の話、そして、最近私がピンときたっていうかね、ずっともう私16年カウンセリングやってるんだけども、ずっとどうしたらいいんだろうって思ってたことがあって、その自己肯定感だなってずっと思ってたんですよ。今まあ結構今よく聞く言葉かな、自己肯定感が高いとか低いとかで、まあ全ての道が自己肯定感に向かう、ローマに向かうじゃなくて自己肯定感に向かってるなって思ってて、でもそこに向かうために具体的にどうしたらいいのかを提案できなくいたんですよね。だからいろんなやり方で提案して、まあうまくいったりいかなかったりですね。でもまあ最近になってもシステマチックっていうか、まあ全員の人にそれがね、こうやったら自己肯定感高まるよとか、そういう単純な話じゃないんで、人間ってもっと複雑で、それこそ腹の中ってほとんど分かってない世界なんですよね。だからそういうことも踏まえて、ちょっとみんなに自分を見つめるとか、なんか人生うまくいってないとか、毎日が楽しくないっていうことにの解決法っていうかな、自分の本音をよく知るとか、自分自身をよく知るとか、あと頭のダウンロードされてる情報で自分の役にあんまり立ってない情報を知って、書き換えたり緩めたりする方法っていうのをピリカのカフェで、ピリカカフェで、たまにやっていきたいと思います。というわけで今日2回目だったんですけど、結構長くなっちゃったな。今日は黒もじ茶美味しかったです。これはヤマンチュの源さんから買ったものです。では皆さん、
次回のテーマはね、ケミカルかな。カウンセリングに来た時にね、一番最初にうちの子が不登校になったんですとかね、そういう場合に一番最初に聞くのが食生活なんですよ。あと生活、運動とか何してるか、だからそういうことがすごくメンタルに関係していて、まあ例えば砂糖をやめただけで全然元気になっちゃったりするので、そういうケミカルと自分の気持ち、心っていうことについてお話ししたいと思います。では、おやすみなさーい。